大きな脅威です。こんにちは、ナビゲーターのゆっぴーです。北朝鮮は9月8日、キム・グンオク英雄号と称する戦術核攻撃潜水艦の進水式を実施し、日本海側に配備すると発表しました。これは旧ソ連製のロメオ型潜水艦を改造したとみられており、排水量はおよそ3000トンと推定されています。3000トンと聞いてもピンとこないかもしれませんが、数字だけで比較すれば、今年3月20日に就役し、現在呉基地に配備されている太平型潜水艦の2番艦、白鯨でしょうか。全長84メートルの白鯨の基準排水量はちょうど3000トンでしたよね。話を戻しますが、北朝鮮の金正恩総書記は進水式で北朝鮮の核武力を誇示するとともに先制核攻撃にも言及し、さらに今後原子力潜水艦を視野に入れ水中戦力を強化するとしています。本日は北朝鮮が進水させた戦術核攻撃潜水艦と核戦力、特に水中核戦力の特性や潜水艦戦力について深掘りしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。キム・グンオク英雄号。北朝鮮の朝鮮中央通信は去る9月6日、新型の戦術核攻撃潜水艦第841号を進水させ、キム・グンオク英雄号と命名したと発表しました。その正体は、これまでたびたび改造の様子が公開されてきたロメオ型潜水艦とみられています。ロメオ型潜水艦は1957年から建造された旧ソ連製の通常動力潜水艦で、北朝鮮は2隻を中国から調達、21隻を自国で建造、その合計23隻が北朝鮮の海軍にあたる朝鮮人民軍海軍に配備され、1973年から水中戦力の主力として運用されています。改造元のロメオ型潜水艦は河川艦とも呼ぶべき存在でした。つまり通常は水上を航行し、緊急時や接敵、敵に近づいた時、待ち伏せ時などに限定して潜航する程度の水中行動能力しかなかったのです。通常動力潜水艦はディーゼルエンジンで発電した電気をバッテリーにため、水中行動時はバッテリーの電力でモーターを回転させる。もしくはシュノーケルを水上に出し、ディーゼルエンジン稼働に必要な空気を取り入れて発電しています。ロメオ型潜水艦が登場した1950年代は、まだバッテリー技術やモーター技術、そして水中行動に適した潜水艦を設計する流体シミュレーション技術が未熟だったため、河川艦しか作れなかったのです。しかし、キム・グンオク英雄号の艦首は現代的な球形艦首に改造されており、機関の乾燥やバッテリーの強化など、水中行動能力を向上させる何らかの改造が施されている可能性が大きいと考えられています。また、司令塔後方部にはミサイルの垂直発射装置が備え付けられており、公開された写真からは小さな発射管6個と大きな発射管4個が確認できます。ところで、キム・グンオク英雄号は戦術核攻撃潜水艦というジャンル分けがなされていますが、これは将来北朝鮮が戦略核攻撃潜水艦、つまりアメリカを射程に収めることが可能な核ミサイルを搭載した潜水艦を開発、配備することを前提にしたものとみられています。事実、金正恩総書記は進水式で行った演説で、我々は今後も連続的に水中及び水上戦力の現代化を引き続き見せつけ、我が海軍の核武装化を一層進めていくとしており、今後北朝鮮の海軍戦力がさらに近代化することへの懸念が生じています。大きな脅威に。旧型潜水艦の改造ということで、旧型だったら大丈夫と思われるかもしれませんが、今後キム・グンオク英雄号をはじめとする北朝鮮の水中戦力は日本や周辺国にとって大きな脅威になるかもしれません。キム・グンオク英雄号は KN-23 短距離弾道ミサイルないしファサル巡航ミサイルの水中発射型が発射可能とみられており、これらはそれぞれ核兵器運用能力があると主張されているミサイルです。金正恩総書記は様々な威力のある核投下手段を大量搭載し、任意に水中から敵対国に先制及び報復攻撃ができるとしており、これらの核兵器が先制攻撃手段として運用される可能性も否定できません。水中核戦力は通常第二撃能力を担保する任務を帯びて活動します。
第二撃能力とは、対立するどちらか一方が先制核攻撃、つまり第一撃を行ったとしても、それから生存し、確実に報復核攻撃を行える能力を指すのですが、これは相互確証破壊の成立に必須の能力です。旧ソ連やアメリカといった核兵器国は、この相互確証破壊を成立させるため、ICBM、大陸間弾道ミサイル級の射程を持つ SLBM、潜水艦発射弾道ミサイルが運用できる戦略原子力潜水艦を開発、運用しています。北朝鮮が今回進水させたキム・グンオク英雄号は、アメリカまで到達可能な航続距離、そして射程こそないと見られていますが、搭載する各種ミサイルの推定射程はいずれも1000キロを超えており、ファサル巡航ミサイルに至っては3月24日に1800キロの飛翔が確認されるなど、日本海を越えて三沢や横田、佐世保といった在日米軍基地への攻撃能力を十二分に備えています。その上、北朝鮮は旧式かつ小型とはいえ、およそ70隻もの潜水艦を運用しており、日本、アメリカ、韓国すべての水中監視能力を総動員したとしても、北朝鮮が運用するすべての潜水艦の動向を一隻の漏れなく警戒監視するのは非常に困難です。これは、たとえ米韓両国軍が北朝鮮全土を一瞬で掌握し、地上に配備されるすべての核戦力を破壊したとしても、北朝鮮による報復核攻撃を完全には阻止できないことを意味し、さらに北朝鮮に際して行うとされてきた斬首作戦の実施にも非常に高いハードルが設定されたと言えるでしょう。また、低空を飛翔する巡航ミサイルは、宇宙空間まで飛び上がって落下してくる弾道ミサイルに比べてレーダーで捕捉しづらく、防空ミサイルによる迎撃が比較的困難になる可能性も出てきます。つくづく厄介、そんな印象ですよね。原子力潜水艦も？しかし、キム・グンオク英雄号は通常動力潜水艦なので、定期的に浮上するか、シュノーケルを水上に出すかして発電する必要があります。本当に厄介な事態は、今後北朝鮮が戦略原子力潜水艦を配備した時に発生すると言えるでしょう。原子力潜水艦は通常動力の潜水艦と違い、その名の通り原子力で駆動します。ディーゼルエンジンはエンジンで燃料を燃焼させて動力を得るため、大気ないしは液体酸素といった酸化剤が必須でしたが、原子炉の稼働にはそのような制約がありません。つまり原子力潜水艦は事実上半永久的に潜航することができるのです。これは潜水艦の運用に際して大きな問題となる燃料や浮上の時期といった問題が存在しないだけでなく、戦術的にも非常に大きなアドバンテージを持つことを意味します。それは発見が非常に困難になるということですが、水は電波を反射するため水中ではレーダーを使用することができません。ですから音を利用するソナーを利用することになるのですが、海中の地形は複雑な上、海水温や塩分濃度、その他の関係でソナーでは水中目標を漏らさず探知することは不可能とさえ言われています。もし将来北朝鮮が核ミサイル運用可能な原子力潜水艦を配備した場合、アメリカが弱腰となって日本にとって不利な合意を北朝鮮と行う、そんな未来があり得るかもしれません。北朝鮮は最近、同じくぼっち国家となりつつあるロシアと盛んに交流しています。ロシアは旧ソ連から受け継いだ高い潜水艦技術や原子力潜水艦技術を持っており、将来的にはロシアから北朝鮮に対し技術供与や退役した戦略原子力潜水艦の供与などが行われるかもしれません。これまで北朝鮮の潜水艦は水中での雑音が大きいことから沈黙屋と揶揄されてきましたが、将来的に近代化がなされた場合には大きな脅威となるでしょう。潜水艦を狩るのに最も適した存在は言うまでもなく探知されにくい潜水艦。特に攻撃型原子力潜水艦はその高速性と静粛性から高い対水上潜水艦能力を持っており、また一隻で担任できる警戒海域も広大です。日本は世界一と目される通常動力の潜水艦技術を持っていますが、原子力潜水艦は一隻も保有していません。安全保障環境が厳しさを増し、北朝鮮の核戦力が水中にまで及ぶ昨今、タブーを排除し、あらゆる防衛力のあり方を検討する時期が今日本に来ているのではないでしょうか。
今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録、また感想もいただければ励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆっぴーでした。